こんにちは、石田洋平です。あなたは現在テニスのダブルスの試合に出ている、もしくはこれから出よう、そう思われているかもしれません。そしてもっと勝てるようになりたいな、一つ上のフィールドで戦いたい、パートナーにもう迷惑をかけたくない、どうしても勝てない相手がいていつも悔しい、そう感じているのであれば、私が力になることができます。なぜそう言い切れるのかをこれから説明させていただきます。集中してこの動画をご覧ください、はい、私は今現在ですね、テニスの草トーナメントで三大クラシックと呼ばれてます、軽井沢国際テニストーナメント、それを2009年から4連覇中です。そして、去年ですね、2010年の田園オープンも優勝しております。そしてもう国内最大級と言われています白子テニスフェスティバル、そちらを2011年12年の2連覇をしております、はい、でこの白子テニスフェスティバルもそうですし、一般的な草トーナメントと言われるものはワンセットマッチという短期決戦で行われるものが非常に多いんですね。そうなってくるとちょっと調子が悪かったりするとすぐ負けてしまって、もう優勝っていうのは程遠いものになってしまいます。そこで必要になってくるのは安定して勝てるための戦術がすごく鍵を握ってきます。そこで私がキーポイントにしているのは邪悪な配球です。で、邪悪な配球をものにすることで安定してですね、相手のもう動きたい方と逆の方向にボールを配球できたり、そういうものが身についてきまして、コンスタントに試合に勝てる可能性が出てきます。で、実際ですね、私の生徒さんでも、もうベテランの東京オープンで優勝されていたり、で、埼玉県の県大会ですね、で、本戦の方に進まれている方もいらっしゃいます。はい、ではですね、ここで邪悪な配球というものがどういうものなのかというところを説明させていただきますね。で、こちらのボードの方をご覧いただきたいんですが、例えば何かの展開でですね、もう全員が前に行ったボレーボレーのような展開になったとします。そこで相手からのボールが少し甘くなった、それをワイドに例えばコントロールしたと、こう仮定しましょう。で、その際に当然ですね、この相手の選手はこのボールを取りに外に移動していきます。そうすると真ん中に空きスペースができますので、返ってきたボールを当然真ん中に叩き込んで点を取りに行くというのは冷静な判断ですね。ただそれというのは当然こちらの方も読んでいると。そうするとこちらの方は真ん中で取られたくないというので、こう真ん中のボールを来たボールを取ってやろうと動いてくる可能性がとても高いです。そうするとここに空きスペースができますね。この空きスペースの方を初めから予測をして、相手がやることをですね、予測をして来たボールを体を運んでこちらに展開をしていく、はい、このような相手の動きを予測をして、そしてオープンスペースになるであろうところに配球していくというのが邪悪な配球と私が呼んでいるものの一つです。その他にも相手の読みをずっと例えばですね、ストレートにひたすら配球をして、またストレートに来るんじゃないかと思わせておいて真ん中を抜くであるとか、相手はこうなると動きにくいなっていう展開をどんどん作っていってですね、相手の動きそのものを自分で支配していく、これが邪悪な配球をと呼ばさせていただいています。で、このようにですね、邪悪な配球をもう身につけていくことで、皆さんが一試合一試合ですね、コンスタントに勝っていくための一つのきっかけになっていくと思うので、まあ、他にもいろいろなパターンを DVD の中で紹介させていただいてますので、ぜひたくさん身につけてですね、自分のものにしていっていただきたいなと思っております、はい、これまでご覧いただいた通りですね、あの試合に勝つための方法というのを説明させていただいたんですが、私が一番お伝えしたかったことはですね、試合に勝てるようになるとテニスがもっと楽しくなる、で、そのテニスを通してもう毎日何でもない毎日まで楽しくなってくるということなんですね。私もやっぱりあの大学時代ぐらいですね、テニスでどうしても上手くならずに諦めかけたことがありました。でもそこでですね、ご縁があってオーストラリアの方にテニスの短期留学に行くことになったんですが、そこで本当に楽しくですね、テニスを勝つということを、テニスを楽しんで勝っていくということを学ばさせていただきました。特にですね、ダブルスではパートナーとのコミュニケーションですね、そのものを楽しみながら勝っていくっていうことを学んだんですね。そのコミュニケーションの大切さっていうのはすごい自分の人生プラスになっていますので、それについて深くですね、今回の教材で説明させていただいております。はい、このようにですね、今回の教材にはですね、私がダブルスで勝つ上で必要だと思っていることを全て詰め込めさせていただきました。ぜひですね、何度もご覧になっていただいて、そしてこのようなことを想像していただきたいんです。
今まで勝ったことのない相手と試合で向き合い、はい、そしてですね、邪悪な配球を利用して相手の動き、そしてゲームを支配します。そして気がついたらですね、試合を終わって相手と握手をしていて、その後ですね、パートナーと夜に勝利の祝杯をあげる。このようなものをですね、ぜひ現実のものにしてみてください。私と一緒に頑張りましょう。